Hi, it's me, Yuko. Thank you for watching. はい、こんにちは。英会話講師の並木優子です。はい、今回はですね、could you? Would you? 英語の、丁寧な表現についてお話し、するんですが、ちょっとこうご質問で、could you, would you? どういうあの、意味の違いがあるんですかっていうのをこうご質問を受けたので、そちらをお答えしようと思います。まずですね、could は原形に戻すと can ですよね。で、can っていうのはつまり能力、できるかできないか、その能力をこう聞いているんですね。あの、あなたこちら、私が頼んでもこれできますかね、できないですかね、その能力を聞いています。そして would の方は、will ですね、原形は。そして will っていうのは意思です。やるつもりがあるのかどうなのか、意思を確認しているんですね。はい、ですので、もうあの丁寧な表現で could you も would you も知ってるっていう方はですね、ぜひもう少しこう、奥深い意味っていうのかな、こう能力を聞いているのか意思を聞いているのか、ここまで多分こう意味をしっかり把握してこう使い分けているかなっていうと、そうじゃないかもしれないので、ぜひですね、こう今からこれお願いしたいことあるんですが、あなたにはこれできそうですか、どうですか、そんなこう能力を確かめるつもりで could you をぜひ使ってみたり、もしくはやってくれるつもりあるんですか、どうですか、意思を確認したい、時はですね、ぜひ would you を使ったり、ちょっとこう、使い分けて、意味をこう使い分けて、こう実践で使ってみてくださいね。はい、でですね、この could you, would you が入った、こうまとめた便利な敬語表現集っていうのも、ご用意しているので、ぜひ説明欄の方から受け取ってくださいね。 Thank you for watching. Bye.